にもたくさんのたくさん多くは戯れ、それ以外は何者でもない。本当はどうしたい？感じるままには生きてはいけない人間であるべきだ。形は人間なのに、やってることが人間ではない。自虐でもあり、自己性抑制でもあり、これが僕のキャラクター制御でもあること。しかし、自分で言うこと、しかも誰もいない一人で、とって、残酷でも、として残酷でもあり、姿勢を感じるのもどうにかわからない。ただどうしてしただけを求めてやまないこと、明日はきっとわかるはずね、そうだろう。「答えをいつも探している」「どこに行っても噂はたちまち消えてゆく」「これが僕のキャラクター」「ありがたいことに」「そういうふうにできている」「そういうふうに」病も頭を悩ます三端です。そうとも限らない、時と場所と心、何明日に言葉を選べと、いつまでもどこまでも、そういつものこと、いつもの、そして忘れて思い出したら、くしゃいだり黙ったり、もう疲れ果てるよ。人間は人間として、半人前にもそのまま生きてゆけ。いつかは終わるこの世界から、ありったけのありがとうを込めて。グッドボタンもね。